どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、ヒロアカのぶっ壊れサポートキャラ、サーナイトアイ使っていこうと思います。このキャラ皆さん注目してましたか？意外と動画でも話してなかったんだけども、こいつ、やばいぐらい強いんで、ちょっと話していきますね。バインドスキブ4封印、7強6個に L 字プラスに、ボイスに、超惑星 L 字プラス持ってます。まあ、スキブ4のね、まあ、普通に強い覚醒に加えて、7強6個でなんならちょっと火力も出せるんだけども、まあ、それ以上に強いのが、まず L 字4つにできることによって、アシスト無効対策ができます。でさらに言えば10強プラスつけてあげて、まあ、最低限の火力を出してあげたりとか、お邪魔耐性とかね、全パラで捨てもるとかいろいろできます。まあ、特にでもまあ L 字4つ持ちにできるのが偉くて、アシスト無効対策ができると。でさらにスキルが3ターンドロップがロック状態で落ちてくる代わりに、消せない場合の覚醒無効全回復が4ターンで使えます。で今のさ、編成においてさ、もうロック解除がさ、困る編成とかほぼないじゃん。もう大抵のキャラがロック解除ついてるわけで、だからサーナイトアイってほぼデメリットで使える上に、4ターンで消せない場合の覚醒無効全回復が変身不要のキャラで使えるんですよね。だから周回攻略ともにサポートアークとしてめっちゃ強くなっていて、まあ、今日はサーナイトアイをね、あのキャラで使っていこうと思います。はい、もうあのキャラという視点でわかると思いますが、今日使う編成こんな感じになります。でーん、こちら死柄木編成ですね。今日は死柄木の裏強調最速周回最強テンプで紹介していきます。で、裏強調を最も高速で周回したい場合、この編成一択です。最速8分で周回できる編成になっています。リーダーがこちらレデナガンです。レデチェン体制にこちら、闇セシリア武器継承です。でからのイルミです。10強上限解放遅延2つにこちら豪天武器継承ですね。はい。でからのこちらサーナイトアイです。 L 字アシスト無効回復遅延2つにこちら、昨夜オリジン武器継承です。はい。からの死柄木です。悪魔キラー2つ遅延4つに無一郎武器継承で、からのこちら死柄木です。悪魔キラー、こっちはね、死柄木悪魔キラー遅延4つ、HP 強化に無一郎武器継承で、死柄木遅延4つ悪魔キラー2つにこちら、甘露寺光武器継承で、ラストオブレンド死柄木遅延5つ悪魔キラーに無一郎継承って感じになっております。という感じの編成ですね。編成難易度はさすがに壊滅級なんですけども、その分ね、裏強調を最速8分台で周回できる編成になっていて、もうマジバグってるんで、今日は実際にこちらの手使って裏強調破壊していこうと思います。遊んでいきましょう。さあ、1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。レデナガン使いましょう。でからの鮭を打ってあげて1コンボ3発組んでいきます。はい。まず1コンボ組みます。1コンボ組みます。で1コンボ組みます。はい。そしたら死柄木を3枚打ちましょう。みんな、これが最速遠征の力だ。すごい時代になったね。1回裏強調最速1スキップ周回編成です。はい、1スキップです。普通にやばマジで。まあ1コンボ組んでるから1スキップではないんだけど、厳密にはいくらなんでもこれはやばいね。で豪天使いましょう。ヘイストサーナイダイ使ってあげて覚醒無効回復でからの死柄木使います。ずらすだけでワンパンです。はい、これが死柄木の力よ。マジで強い。これでワンパンしていきましょう。もう普通にジンジャーエール飲みます。死柄木強いんで。で3階層です。ここも死柄木ずらしてワンパンしていきます。俺たちが思考することなんていうのはない。今は2024年、合ってるよな。もう俺たちが思考する時代は終わった。ただずらすだけです。っていうかさ、なんか最近思うんだけどさ、俺たち年取るの早いよね。俺もう23なんだけど、今年で。やばいよね。俺さ、YouTube やった時さ、最初のさ、18歳とかだぜ。18とか。はい、どうもこんにちは、ゴールです。って言ってね、めちゃくちゃ可愛い声してたんだけど、あの時。22よ。今年23よ、なんなら。もうじじいじゃん。怖いね。こうやって、時間って過ぎてくんだろうね。怖っ。やっぱ大学生がね、一瞬だったわ。まだ4年生だけど俺。いや、まだ3年生だけど、厳密にはまだ3年生だし、ゼミの教授と喧嘩してるしで終わってるけどな。本当に俺卒業できんのかなって思いながら、ゼミの教授と喧嘩してんの、まあまあ面白くない？本当にやばい。なんか大外れらしいよ、俺のゼミの先生。じゃあ、あんまね、見バレしたくないから言えないけど、俺の学校で一番外れらしいよ、本当に。っていうね。まあそれはいいや。はい、ここも殴っていきましょう。まあだから皆さんもね、ほんとね、1秒1秒を大事にいきましょうね。
今日日曜日ですからね。どうしよう。YouTube 見るんじゃなくてね、もうユーコルチャンネルだけを見る。うん。知らない YouTuber、おすすめに流れてきてユーコルなんとなく見てるじゃダメですよ、本当に。自分からユーコルを探しに行く。自分からユーコルの YouTube を通知オンにする。やっぱそういうことなんだよね、結局。それができてないと、やっぱりね、ちょっとね、さすがにね、もったいないかな。さすがに。さすがにね、最低限。で、ここもサーナイトアイで覚醒無効回復していきます。サーナイトアイ4ターンで使えるスキルっていうのがめちゃくちゃ偉いんですよね、本当にね。はい、続きまして7階層です。闇、うえうえ外れ。光はね、ノンストップで8階層倒せるんで楽なんですけどね。あ、闇はね。こいつはゴミです。はい。マジゴミ。シンプルイズベストな外れキャラですね。はい、でもこんな感じで、アシスト無効プラス闇の6消しプラス、エルジュプラス闇の6消しプラスお邪魔組んであげて、突破していきましょう。で、耐久は8階層1回ずらすだけなんですけど、まあずらすに15秒とかかかるからね、やっぱり敵の行動の時間のせいで。まあ外れではあるね、間違いなく。まあ正味次の階層でアルスノバ引かなきゃいいだけなんで、サボってもいいけどね、別に。いや、サボろ、いいや。次の階層でアルスノバ引かなきゃいいだけでしょ。いけるいける。いけるわ、絶対。そうそうそう。ここでアルスノバ引かなきゃいいの。よしよし、簡単。おい、ふざけんな、ゴミこいつ。こいつマジゴミなんだけど。さあ、頼むよ、マジで。本当に。よしよしよし。危ねえ。マジで、ノアだけはね、絶対にタイム出ないからね。あいつは大外れキャラなんで、ちょっとやり直してきました。はい、ということで、ゴエモンさんです。ここ毒だけ注意しながら殴っていきましょう。これで無効貫通組んで殴っていきます。はい、11コンボです。で、しっかりと HP 全回復しながらワンパンしていきます。無効貫通で破壊です。さあ、続きまして10階層です。はい、シルフはワンパンしていきましょう。しがらき打ちます。はい、しっかりワンパンしてもね、ちゃんと HP 回復できるので、次の階層も耐久できます。そう、結局 45% 回復がマジ偉くて、これでワンパンしてあげて、続きまして11階層です。ここもイルミ使って殴っていきます。はい、ここも耐久できるんだね、やっぱ強いっすね。ドン。はい、こんな感じです。これは誰も許さない。もったいないけど、この針使うか。これで闇の無効貫通含みながら、イルミのダブル吸収利用してあげてワンパンしていきましょう。さあ、このまま突破です。 OK。 で、まあ続きまして12階層です。これはしがらき打って殴っていきます。はい、しがらき打ってあげて、まあ毒だけ消さないようにしながら無効貫組んでいきます。はい、これでしっかり削っていきましょう。11コンボです。さあ、このまま無効貫通でワンパンしていきます。はい、突破です。で、まあ続きまして、13階層です。ベラダラもしっかりと無効貫通でワンパンしていきます。はい、しがらき打ってあげて、無効貫通でワンパンしていきます。はい、で、続きまして、ここ突破してあげて、14階層です。14階層はサーナイトアイ使ってあげてから、しがらき打って、お邪魔分割して殴っていきます。はい、予測を立てて先手を打つ。やべ、俺は誰も許さない。これで闇の63含むお邪魔3セット分割ですね。こんな感じで闇63とお邪魔333の盤面越しでワンパンしていきます。はい、これで突破です。おい、なんでレディナガンが溜まってんだよ。これ本来レディナガン使ってあげるとね、ルーレット利用できますので、めちゃくちゃ楽です。はい、どうしよう。このルーレット俺めっちゃ苦手なんだけど、俺だけ。まあいけるか。いや、いけるな、普通に。
うん、だって結局こうやって組むだけでしょ。いや別に打たなくてもいけるな。これだってさ、言うてさ、左側に2個あるだけだから、まあ、ただレレナガン使ってあげるとそれもそれで楽なんで、使えれば使えるとそれはそれで楽ですし、まあ、使えなくてもしっかりワンパンできるから OK で、続きまして16階層です。ここも正 OK2 回組んでいきます。はい、まずしっかりと闇の無効貫通プラスお邪魔組んであげて一発削っていきましょう。はい、これでしがらきの火力利用してもう半分まで削り、うわ、神盤面楽勝すぎます。はい、しがらき使いましょう。まあ一応ルレだけね注意してあげて、これで終わりですね。はい、まあという感じの編成でした。マジで闇の無効貫通組んでいくだけで簡単に破壊できるし、何よりサーナイトアイも仕事量半端ないですね。こいつやっぱり4ターンで打てるね、消せない覚醒無効攻撃でしてんで偉いし、しがらきもマジ強くて優秀なんで、まあ、ぜひ組める人はね使ってみてほしいなと思います。タイムもだいたい1周ね8分37秒とか、もうめちゃくちゃ早いですね。こんな感じで簡単に周回できるんで、もう組めるんだったらマジおすすめです。ぜひこちらの遠征使ってね遊んでみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。